回は 100g ぴったり、誰が一番 100g ぴったりにできるかやっていきたいと思います。かかってダメよ、一発勝負。で、100g が550円なので、550円を過ぎた分は自腹です。じゃあ過ぎなかったらいいの？99g が一番いいから、意味 100g 超えたら自腹ね。自腹って？お小遣いが減ります。最近お小遣いめっちゃ使ってる私まだ溜まってます。でこれで0円になるかもしれない。黒何グラムだろう？黒はグラムないんだ。黒1グラムだ。黒1グラム。自分の好きなやつ、多分こういうマシュマロとか入れると結構重たい。ノースクッキーかわいい。何グラムか想像もつかない、ね、どうする？あ、これかわいい。私これ入れよう。ミニハートグミ。あ、かわいくない？めちゃくちゃかわいくない？めちゃくちゃかわいいんだけど。はい、私いっぱい入れました。まだ 100g には入れない、ないでしょ。これとマシュマロ入れようかな。ユニコーンもある。本当だ、ユニコーン。ソフトクリームのゴミだって。グミ、ソフトクリームのグミだって。どうしよう、ね、どうした、入れすぎた？どっちが重いの？私の方が重いかもよ。わからない。いや、同じくらいか、うん、私マシュマロ食べた。一つ入れちゃおう。君マシュマロ出てくるの？ちょっと勝負に、ここで勝負に出たシフトさん。マシュマロいい匂い。見て、クマちゃんだ。クマちゃんグミだ。じゃあリムこれ。すごくないこれ、ね、スペインだって。すごいじゃんリム、グミかわいい。これすごくない？クマの形してる、うん、すごい。これこんなグミ、うん、グミ一個だけ入れてみよう。ちょっと見てると怖いね。なんか怖くない？一個だけ入れる。ダメ。これ見て、クマちゃんかわいくない？クマちゃん入れる。あ、しーちゃん、ここで大逆転のバナナグミがある。え？初逆転。超巨大バナナグミ。バナナグミだって。大逆転になるか。ね、見て。これ。石？違う、グミで、あのいいやつと良くないやつがある。隣雲だよ。え、これ匠ビーンズなの？うん、そうだよ、多分。多分ね。50代。いけるかな。あ、こっちがいい。見て、しーちゃんプリングミあるよ。ほら、しーちゃんこの2種類。チョコは別の場所かな。ね、リミもチョコ入れたいから、ほんの少しでしたか。これぐらい。これぐらいで大丈夫かな。どうかな、いけるかな。やばいかも。これチョコだった。あ、チョコある。これ入れる。あ、この辺チョココーナーじゃん、うん、ほら、いや、すごいいい匂い。ここはピーカンナッツ。ピーカンナッツって何？あ、ナッツだ。ナッツやだ。これはリミの好きな石の石チョコ。石って重いからこのぐらいに、うん、このぐらいにしたの。あ、けど青がない。青は大事なの。見て、青があるところたくさん。このぐらい。私これ入れます。しーちゃんチョコ。しーちゃん
てる。こっち側クッキー入れます。リビングこのぐらいにしとこうか。うん、これはちょっとわかんないね。 100g とにかく食べたいものを入れるだけさ。で、オッケー。あ、さっきのよりあと1個、これより大きくない？なんで一緒？ねえ、あと1個入れる。これ入れたら終わり。うん、よし、クッキーもう1枚。ちょっと多くないし。とにかく食べたいものを入れるだけさ。やっぱこのグミやめよう。やめる。勝負に出た。やめて。やめた、やっぱやめた。これで 100g いくと思うから、これで。私終了です。ユニー終了。まだこれ。あ、見て、これが入ってる。うん、何これ？なんかつぶつぶチョコみたいな。怖い。怖い。この2個だけ違う種類。怖い。じゃあこれ入れたらおしまい。はい、おしまい。おしまい。パパ見て、すしまんじゅう。甘いのかな。わかんない、何これ。みんな興味あるからね。550円、100g と同じ。美味しいと思ったら甘じゅう。コロンカフェ行きたい。これいくらするの？550円、100g と同じ。パパのお小遣い。そうだね、パパのお小遣いです。よし、行ってみよう。いい？ハンカチ。いいよ。いいビュー。超えた。超えた。102。120g ぐらい。最後のチョコ入れなければよかった。ってことは、はい、はい、次私行きたいと思いますよ。あ、行ってない。めっちゃ軽い。やっぱ弱気だしーちゃんは。あ、でもリミの方が近いのか。こリミは自腹だ。私自腹じゃない。次だもんだっけ。100円ぐらい。石が1つ豪華。あ、2つにした。あ、2人で 200いかない。200いってない。じゃあ共同作業にする。しーちゃんよろしいですか？私クッキーもう1枚焼けてる。ここでこの大きいところで1000円分いろいろ買ってみよっか。じゃあ問題です。10円のお菓子を何個買ったら1000円になるでしょうか。1万個。あ、やっぱ違う。リミ1000。あ、ピンポンピンポン。あ、違うよ。1円を1000個買うと1000円だから、ということは10円を100個買う。カゴにじゃあ1000円分入れてみよっか。広いね、ここ。ね、これ1000円すぐなんかすぐ行っちゃいそう。あ、でも10円と隣は20円から30円って。でもすごいね、ここ。え、結構お菓子買えるってこと？うん、お菓子以外もありそうだよね。そうだね、ここのだったら100個買えるよ。お、ママも緊急参戦。でかいから、でかいから。うん、じゃあこれ買う。パパだけカメラ持ち。パパも買えば。これ買おう。え、こんなにこれ？おー、10円だから。10円がここで50円。ちょっと計算難しい。50円。これ50円。ここで100円買う。60円。70円。リミンこれ。うん、リミはじゃあ30円。6、7、8、9、あと1個で100円。
30円と30円合わせたら何になる？うん、60円。100円です。うん、今何？100円分？うん。ここはね、20円から30円。30円が3個で90円。30。あ、すごい好きなやつ。60円。90円になっちゃった。あ、じゃあこれ。プリン。これ意味変わりそうだからこれやめて。うん。90円。うん。あ、だけど。迷う。違う。どこない？まだないでしょ。これとこれ。うん、どっちがいいかな。あ、2つ買っちゃったから、うん、30円と30円だから、うん、60円。え、300円です。300円。チョコレートばかり。お、リミはチョコレート三昧。三昧、チョコレート大好き。なんか前もチョコ買ったらった気がする。え、320円今320円。うん、なんだろう、カプスケだって。カプスケに会えたらラッキーだよ。これやりたい。ジージドッキリできるか。ジージとさ、今度さ、トランプしてさ、これ食べちゃったらびっくりするな、うん、じゃあママが、ママが買っとく。どうしたんだよって言うのダメだよ、トランプ食べちゃおうって言うこれ買うの。これいくら？あ、リミが計算しないとね。350円だよ。それ70円だとして、うん、390円。309,000じゃないよ。あとね、610円買えるからね。ほんと広いね、ここ。マイク。あ、これ高いよ。648円だって。え、なんでこれ高いの？あ、なんか電池を入れて、あ、すごい光ったよ。これはちょっと、ね。あ、スライムある。スライム。もう持ってる？でも、いつも緑にするの、なぜか。うん。でも、緑かね、黄色かね、あのね、白しか選ばないんだよ。これも100円だね。ピンク嫌いだもん。うん。あと何買える？いくらだっけ、もう覚えらんない。リミ、あと410円買えるよ。これは、いくらだ？あ、これ220円。買えるよ。え、ほんと？駄菓子屋さんなのに。うん、で、あと400円分ね。忍者巨大シャボン玉。何これ、すごい。面白くない？こんなの？478円。あ、すごい、これだから、あと300円。すごい、30センチのシャボン玉。ね、すごい、あと300円買える。面白い。バナナ。バナナ。輪ゴム銃とか。あ、ほら、輪ゴムがついて輪ゴム銃。あ、こういうの面白いかも、ね。118円とか買えるんだよ。うん、どうしようかな。じゃ、ヨーヨーちゃんだって。ヨーヨーが作れる。ヨーヨーちゃん。うん、え、ヨーヨーが作れる。輪ゴムとかついてて、ほら、ヨーヨーが作れる。ほら、こうやって紐があるから、こうやって釣れるの。でも、ヨーヨー釣り。そうできるね。こういうのも駄菓子屋だからいいかなと思って。パパはこのなんか、グライダーが気になるんだけど。気になる。うちもこれ、これで黄色とか。だって、なんか人がいるんだよ、ここ。そうだよ、人がいるから面白いよね。何これ。あ、なんか、光る風船だって。
3パターンの光り方、イベントにぴったり。どうやって光るの？暗い暗い、スイッチがある。暗くすると光るんだ。スイッチだって。スイッチなんだ。電池付きなんじゃない？ちょっと、中に入ってんのかい、うん、これ面白そうだな。買いたかった。でもちょっと高い、これ500円だもん。500円と、うん、500円と500円と1、2、3、3つ欲しいの。1500円だよ。ちょっとオーバーで、そう、諦めよう。アップして、販売って書いてある。じゃあ、牛しゅう？牛しゅうかバター。バター。オッケー。じゃあまず。うわ怖い。見てすごいよしーちゃん。いや見えるの？うん見えるよ。あ、勝ってる勝ってる。よし勝った。勝った。ママ、コンピューターに勝った。